じゃあこんにちは。さあ、はい、今シーズンがもう終わってくるとやっぱり FA とかも、ね、忙しいな。あの引退をね表明するとか退団していく選手っていう寂しいニュースもあるんですけど、FA で、行使しますとか金儲けな金儲けだから、いわゆるヘッドハンディングみたいな、ね、まあまあでもそう権利だからさ。そう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 です、ね、FA で下がったやつはいないわけだからちょっとそれ恥ずかしいですよ、ね、そうだね、FA で下がりましたみたいなそんなやつはいないわけ。そんな人はいないですもん ね FA 宣言する人は必ず上がるというね。まあそうですよね。そうそう、いやだから今シーズンも始まる前ぐらいから大型 FA 選手今年いますねって話してたじゃないですか。なあ、はい、うん、山田哲人選手、はい、大野雄大投手、それから、西川遥輝選手、はいはい、この3人で取り上げてたんですけれども、まずその3人の動向、はい、どうなったか。なあ、まず大野雄大投手、はい、もう阪神とかオリックスが欲しいと。いやそれは絶対そうだよね。だ阪神はとにかく欲しいから、あれだけもう対談というか解雇したのが、その資金面をこう捻出するためじゃなかないんだろうかってみんな言ってるんですけど、まあなるほどね、はい、その注目の大野雄大投手、はい、残留表明しました。はい、まあ、ペーター大体にいるのか分かんないけどさ、やっぱ頭いいよね大野雄大。はい、やっぱりピッチャーとして投げる球場としたら名古屋ドームが一番いいもん。打たれない、打たれないし防御率は守れるというさ、はい、ただ外野守備の強化は必要だけど、はい、中日はね、はい、だけどあそこで投げるピッチャーっていうのは他の球場で投げるよりも有利性はあるよね。まあそうですよね、広い分だけ、はい、で周囲には金額のもう提示を受けたということで、はい、いい評価をしてもらって。なるほど。一時期は4年総額12億という数字も上がっていたんですが、はい、最終的には年俸3億円プラス出来高、うん、で3年契約で大筋合意した模様と。これ中日スポーツが伝えているんですけども、でベースの部分の年俸は、はい、まあ、今期の1億3000万円から1億7000万円のアップと。あ、1億7000万円アップっていうことでしょ。はい、それまで1億3000万でしょ。そう、1億3000万円今までもらってた金額よりもアップ率のアップした額の方が高いということでしょ。1億3000万円から1億7000万円増なんで、うん、でトータルプラス3億だから、そうそう、だから今までもらってた金は何だったんだって話だよなもうちょっと評価してくれよみたいな。いやだから今年のこの活躍っぷりもあるでしょうし、うん、まあ、チームが2位で終わったじゃないですか。まあそうだね、来季への優勝に欠かせないと思ったんですかね。これはね、人間性が出るからね。金を持った瞬間に働かないやつか、その金に責任を持つやつか、はい、よくわかる。大野雄大投手きっとやってくれます。いや俺もそう信じてるんだけど、うんうん、あのヒーローインタビューとかさ、はい、すごく気の利いたことを言うしさ、うんうんうん、ファンが欲しい言葉も聞かせてくれる、はい、まあ、そういう意味では人間性も俺はしっかりした人間だと思うから、はい、その金額に対して責任を持ってくれると思うよね。おー、だから楽しみだよ。ですよね。やってみて、うん、中日ファンの皆さんはホッとしたと思います。いやでもね、潔いね、気持ちいいね、バーンと決めて、駆け引きしないでさ、そうですね、だって他の球団も交渉には行こうとしてたのに、もういいっていう、うん、気持ちがいい、気持ちがいい、そうですね、ね、中日ファンにとっては嬉しい、こちらはニュース、はい、ですけれども、続いて、はい、西川遥輝選手ですね、はい、大型 FA と言われてたんですが、ポスティングでメジャー挑戦を表明しました、はい、これ、有原投手もそうなんですよ。なるほど、西川やめといた方がいいね。あ、そうですか。絶対やめといた方がいい。え、それ守れないの、肩が弱すぎる。あ、うん、俺はやめて、もう失敗すると思う。まあただ彼の野球人生だから、はい、取ってくれるところがあって、はい、そのメジャーを経験したいだとか、うんうん、そういうんだったらいい。足は使えるけどね。あ、足は使えるけれども、うん、ただ俺レギュラーとして出たいとか、それだったら俺はやめといた方がいいと。あ、厳しいっていうことですよね。いや守りが厳しい、うんうん、スイングのスピードだとかさ、はい、そういうものはあるよ、はい、ものすごく身体能力も高いしさ、うん、ただやっぱ守れないと思うよ、あの方じゃ、うん、守らせてくれないと思うよ。例えば周りはそういうのを、例えば助言したり厳しいかもよって、うん、もちろんそういう子も入ってるんですよね、うん、きっとね。まあ自分の夢なんでしょ。あ、メジャーでやるっていうことが、うん、だから、まあ、それは夢を追っかけるという意味では全然反対はしないけど、うんうん、どっちでもいいんですよっていうんだったら、うん、やめといた方が俺はいいと思う、うん、この場合ポスティングでメジャー表明してるっていうことは、もう他球団、日本の他球団と交渉はしないってことになるんですか。まあしないんだ、まあしないと思う。
うん、特にそれはねもう書いてないので、したらもうあれだよね、駆け引きだよね、他の球団がもうちょっと金額上げてくる、上げてくるとか、他の球団だったら どこが取りたいって思ってますかね、西川選手。中日とか、はいはいはい、やっぱ外野手の能力が低いと、うん、あの球場で守るっていうのは危険なんだよね、うん、だから中日とかは俺はいいと思う。お、向いてるっていうことですよね。あの阪神とかも、はい、向いてると思う、うん、まあ、同じパ・リーグには行かせたくないだろうしね、かもしれないですよね。だから中日とかは俺はいいと思うけどね。お、あと有原投手も、まあ、ポスティングでメジャー表明してるんですけど、うん、有原はね通用すると思う。あ、そうですか、うんうん、やっぱボールの力がある、はい、だからそういう意味では有原は俺は通用すると思うけど、はい、ただ環境に慣れるかどうかだよね、向こうの、向こうのね、うん、でカットボールもあるしさ、フォークもあるし、はい、やっぱフォークを持ってるピッチャーっていうのはある程度通用するもんね、向こうで行ってもってことですよね。でそのポスティングでメジャー表明しているといえば、例えば巨人の菅野投手であったりとか、はい、あと同じくソフトバンクの千賀投手も、俺菅野は行かないんじゃないかなと思う。本当ですか。行けないと思う。おじさん、まあ、おじさんもあるし、ケイ、はい、が日本ハムにドラフト1位された時に1年間待たせたね、はい、ドラフトで、うん、ね、でおじさんの元でおじさんが辞めたら、うん、辞めるんだったらポスティングでいけると思うけど、はい、おじさんがやってる間はさ、はい、やっぱいけないと思うよ、やっぱり。そうなんですか。そりゃ菅野抜けて、うん、そしたら優勝っていう文字がちょっとぐらつき始めるもんね。そうですね。そういうことはやっぱさせないでしょ。いや、大野が取れる、仮に取れる保証があって、はい、じゃあ分かった、菅野行ってこいって、はい、ね、智之行ってこいって言うんだったら分かるけど、うん、大野がもう残留決定しちゃったんだから、はい、代わりはいないよね。そうですね、菅野の代わりは。うわ、ダメですかね。俺はしないと思う。もう1年待つと思う、まあ、もう1年待って、うん、じゃあライオフとかそういう感じですか ね。あとは千賀投手も行きたいっていうふうに。なんか見たい選手はどんどん行くな。まあそうですね、大体見たい選手は見ていきますよ、うん、まあそうでしょうね、うん、あとダルビッシュ投手ともね、いろいろこうね、うん、オフェダルビッシュはさ、まあ次元もうね、多彩だもん。すごいですね、どのボールでも勝負できるから、うん、でも千賀はまっすぐとフォークしか勝負ができるボールがないからね、うんうんうん、それはやっぱダルビッシュはすごい。まあすごいですよね、うん、さあそしてもう一人 FA の大型選手といえばヤクルトの山田哲人選手です。ああ、まあ、ここですよ。 FA 権はまず行使する可能性があるというふうに報じられています。ああ、さらに、宣言残留も認める方針の球団はすでに交渉を進めており、最長7年で総額約45億円の大型、超大型契約提示して45億円、すごいね、あるんですね。いや、7年にわたってた、だから45割7ってことですよね。いくら？ 6点ちょっとじゃないですか。すごいね。総年俸、ヤクルトの全年俸9の。そしてどうなるんだろう。いやー、まあまあでもそのぐらいの金は用意するんでしょ、本社も含めてね。もう総出でってこと。まあまあ、やっぱりヤクルトのなんつったって顔だからさ、これが FA 取った瞬間に外出したって言ったら、はい、ヤクルトも恥ずかしいしね、止めないと。まあ、そうですね。そんな中でその宣言残留も認める方針の球団、宣言残留っていうのは一応行使をするんだよね、本人は。はい、うん、だけど他球団と折り合いがつかずヤクルトに残るということでも OK を出してる。あ、すごい。だから金銭でヤクルトはおそらく他の球団がね、うん、ここって言ってきた数字の上乗せをしていくっていうことで、もうちょっとでも、ちょっとでもね、あとなんかタイム面でいいものをつけたりとか、まあもちろんね、そういうことですよね、うん、で、まあ、ソフトバンクをヒットに複数の球団が興味を示すって書いてあるんですけど、うん、そりゃそうでしょうけど、あとどこの球団が行くと思います。まあ、なんて書いてあるの、ソフトバンクをヒットに複数球団、まあ、阪神ももちろん行くとは思うんですけど、うん、巨人、いや俺は横浜行ったらいいと思う。なんでですか。楽に、うん、3割30本30盗塁ができるということ。そのまあ、球場、うん、だから30本打つのが楽だから、はい、ね、球場が狭いし、うん、DeNA もセカンドがいない状態だから、うん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 、だからそういう意味では、
やっぱ横浜とか取りに行ったら面白いなと思うけどね。あと阪神、まあ、阪神、はい、阪神は内野手がやっぱりどうしても育ってきてるとはいえ手薄だし、はい、エラーしてもなんかそれ責められないじゃん、うん、いやいやいや言ってるから、はい、そうです、ね、でみんながやっちゃうからさ、そうです、ね、自分がやっても目立たないという、だからこうあの阪神でも俺はいいと思う。あ、いいですか、うん、あと巨人も取るんじゃないかっていう、巨人はもうやめたんじゃないかな。あ、山田哲人選手だから最後吉川を固定でセカンドに 使い出したでしょ。はい、だから俺はなんか巨人はなさそうな感じがするけどね。ない、パリーグ、まあソフトバンク出てますけど、うん、パリーグはソフトバンク他に行きそうな球団ってあります？まあオリックスさんが行ったら、うん、でも多分哲人は行かないと思うけど、うん、オリックスなんか行ったらいいと思うけどね。合ってますかね、山田哲人さん。まあ合ってる合ってないっていうよりも、うん、やっぱ安定して力を出せる選手っていうのが欲しいでしょ、うん、オリックスは。だ例えば3番山田哲人選手、うん、4番吉田正尚選手みたいな。それは楽天だってあり得るからね。ヤクルトですね。浅村をファーストにして山田哲人をショートにして、はい、鈴木大地、小深田、山田哲人、浅村にしたい。もうどんどん戸様でいっぱいになっちゃいますよ。戸様でいっぱいになるけど、はい、優勝したらいいわけだろ。まあそうなんです、優勝すればいいんですもん、うん、いやだからちょっと注目な山田哲人選手に一体何球団が交渉しに行って最終的にどこに行くのかっていうのが、うん、あと哲人は何歳だっけ。今28です。若いですよ。まあ若いな。一時カブスも山田哲人選手の調査に入ってるっていう記事もあったんですよ、うん、でもメジャーに行くタイプではないね。違いますか、性格的に。ああ違うか、うん、やっぱり日本でいいって思ってると思うよ、うん、メジャーに対してはそんなに夢はないと思う、うん、なるほどね、うん、でなんか関係者によると山田哲人選手は年数とか金銭じゃなくやりがいを求めていると話す関係者だったんですけど、本当ですか、本音なんですか。いや金だよそりゃ金だよ。どっちみちやるんだったらさ、うん、でもさ7年間の中で10億違ったらどう思う、はい、いや大きい大きい大きいよな、はい、大きいです。だから金だって言い出したことの後も考えたら、いやいやね、綺麗事言わなくていいよ、はい、金で評価してくれるところに行った方がいいよ。そうですよね、やりがいとか減ってくれないやりがいは自分の心一つだから。私28歳だったらまだ普通にレギュラーでいけるってことですか、ね、もう一回 FA 取れるよ。ああそっか、うん、あじゃあもう金銭で条件がいいところに行くべきってことですか、ね、俺はそうした方がいいと。豊さんはじゃあ予想どうすか。残留すると思う。お、あの宣言残留というか。いや宣言残留っていうか、まあ宣言してもいいけど、はい、7年じゃなくて3年で契約すると思う。あ、ちょっと短くしてってことですね。3年15億でも鉄と鉄の性格だったら7年45億取るかな。それどういう性格なんですか。いや意外と、はい、あのしっかりしてるから、だから7年保証してくれるっていうのはすごく大きいじゃない。はい、だから7年だ、35歳まではってことですね。そうそうそう、うん、羨ましいなぁ。豊さんもだって FA のね経験ありますもんね。ないよ、俺が FA 取った瞬間にクビだから。そうでした。でもそうでしたじゃねえよ。で、FA を買い取ってくれたんだ日本ハムが。そう、FA 持ってるだろって。そうです、ね、でその分年俸に上乗せしてあげるっつって、うん、そうでしたよね、はい、言ってましたもんね、うん、それが分かってたら宣言なんかしなかったっていうふうに。まあ、まあ、いや、うん、それが分かったら俺は宣言をしてたっていう。あ、逆だったんですね。首が分かってるんだったら、はい、俺はもう宣言してたで、もう堂々と、だからそうしてくれって言ったらダメだっていう。なんだよ、なんかあったんですね、球団内で嫌がらせなんだよいろんなことがありますね。あるある、人生あるよ。そうですね、というわけでね、ちょっと今シーズンオフ、はい、ね、残留するのか、それともどこかね国内の違う球団に行くのか、まあね、はたまた海外に行くのか、ちょっとね注目していきたいと思います、はい。